はい、大変お待たせいたしました。8月25日Toshi Maruhashi ワンマンライブ、Trio失礼いたしました。はい、ワンマンライブ始めていきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。Thank you.
曲目リフレイン、お届けいたしました。今日はねようこそおいていただきました。都市丸橋マンスリーイベント、今日はトリオでねやっていきますけども、実はマンスリーイベント今日が、1年毎月毎月1年やってきて、本日で最後にしようということで、もうラストマンスリーイベントでございます。その最後を務めていただきますメンバーをちょっと紹介したいと思います。オンベース、ここ最近ずっと、サポートしていただきました、今井キャラバシケンタ、そしてもうこのドラムとはかれこれ4年ぐらいの付き合いね、もう最初から、サポートしてもらってます。オンドラム月重翔平、本当にね悔しいけどいいドラマです。そしてギターは豊島ルハシでお送りいたします。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。どんどん曲やっていきたいと思います。2曲目僕のアルバムに入っております曲で、トライアウト。
ダイアリーという、僕のアルバムのタイトルチューンですね、お送りいたしました。面白いもんでね、というか1年やってきて1年やってきてんで、本当にこのイベント始めた時に、自分のイベントを毎月絶対打つみたいな、そういうのもあったんですけど、それと同時にいろんなミュージシャンと一緒にね演奏したいっていうのがあって、こう毎月やってたんですけど、ここ最近は、いつも見に来てくれてた方は分かると思うんですけど、ドラムに牛くんってね、牛尾太一ドラムが浮いてたんですけど、なんかね連絡つかなくなっちゃってね、でそれがどうのこうのっていうつもりはないんですけど、僕の中では、なんていうか、ね、これから一緒にやっていこうって思ったベーシストと、で最初に出会ったドラマーと最後にやれるっていうのがちょっと嬉しいなと思っております。ありがとう。まずすごい個人的な内容なんですけど、そういう風になるとは思ってなかった部分もあって少しびっくりはしたんですけど、これもまた運命かなみたいな、そういう思いが、ありながら、今日最後にしたいと思ってますけど、最後までね僕のオリジナルチューンが続きますんで、楽しんで帰っていただければなと思っております。では次行きましょうか。ゆらゆら。
暑いね、ステージはね。
お次はちょっと、まあ、次もというかあのアルバムの中からね、演奏したいと思います。シッティングオンザベッド。Thank you.
ではそれでは、ファーストセット最後最後にちょっと夏らしい曲で締めたいと思います。サマーブリーズ。